さ、上野日向選手、よっしゃあ、この子はいいね。今の子は、まあ、スイングというよりかはやっぱインパクトがあるんですよ。でやっぱり今日見てる中でやっぱインパクトある子が、インパクトでもちろんみんなインパクトしてるんだけど、インパクトに力が伝わってる子が、この子も伝わってますね。いいインパクトしてましたね。続きまして竹山ひろちゃん、ナイス。まあかなりチョークダウンして、チョークダウンというのはクラブを短く持ってね、朝一だからかもしれませんし、まあすごく力強いスイングですね。さあこの子はね、もう過去ステップアップツアーでも優勝経験のある、実績十分です。平塚アムちゃん、ナイス。まあ自分なりのこうタイミングというかリズム感もいいし、まあ、今のちょっとヒールだったけどね、まあ、スイングはそんな悪くないと思います。さあ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、梅田ひよ選手、まあでも力強いし、球は球も飛ぶし、いいんじゃないですかね、今の選手。ちょっとね、シャットにフェース使うんで、試合で体止まった時が怖いかなって感じはしますけどね。続きましては張町博選手、ちょっと左行きましたけど、やっぱり女子選手はやってこうフェースをシャットに使う子が多いですね。まあ、体が柔らかいせいもありますけど、やっぱりこう今の選手もやっぱり試合で緊張した時にコントロールができるんであれば問題ないかなと。します。さあ、続いては酒井奈々選手。少しこうクラブがね、こうちょっと外れるんで、その部分のやっぱり重心の管理がちょっともうちょっと良くなれば、もっと球筋安定するでしょうね。ちょっとこう体の動きとクラブの動きがちょっとずれちゃうんでね、できる限りこうバックスイングでクラブと体がちょっと合ってくるともうちょっと良くなりますね。お願いします。さあこちらは志村彩也選手、北海道の選手ですね。
おお、いいスイング、よいしょ。ちょっと小柄だけどね、いいですね、切れあっていいですね、いいスイングしてます。こちらは浅見夏実選手、本当にね、上背もあるし、ね、いいと思うんですけど、やっぱりアドレスが良くないですよね。やっぱりこう結構こうお尻がこう落ちて、やっぱり横回転が強いので、今みたいにやっぱりクラブの下っ面に当たって、要するにボールに力が出づらいから、もうちょっと構え変えた方がいいと思うんですけどね。続いてが森田彩音選手、うん、よいしょ、いってらっしゃい。今の選手も非常にこうスイングはいいスイングしてますね。でやっぱり多分プロになるの課題はやっぱり飛距離なんじゃないかなと思いますけどね、はあ、やっぱりこうさっきのあの安住選手、体大きい割には結構こういう感じなので、やっぱこうちょっとこうなりやすいですよね、はい、だからもっとこうボールにこう力が入るようなアドレスをした方がもっと距離は出ると思います。やっぱりちょっと体の割にちょっと距離出なそうなんで、ちょっともったいないですね。目線を送ってるから、いやだいやだ、目線を送ってるからもういいんですよ、私はもう影にいれば。タムシさん、今どうしてるの？ありがとうございます。年齢言わないでください。頑張ってるな。もっと反対側です。ああ、そういうことです。これと思って。10分待ってるんですけどね。いや、そんなもん気が済むまでやれんじゃん。近いんですね。もうちょっと下がりましょう。田村清水選手。はい。ナイス。いいよ。いや、マジで、マジでいい。あのね、やっぱりね、ベテランだから、うん、自分のポイントよく分かってる。さあ、続きまして、お願いします。高橋のどか選手、うん、ナイス、うん、ちょっとやっぱりね、こう下半身が抜けちゃうんだよね、ダウンスイングでね。だその分インパクトちょっと緩いんだよね。もうちょっとこうインパクトで足がもう少しこう粘れるともっと良くなるかな。まあでもいい球でしたけど、ちょっともう最初から左向いてましたね。だからちょっとフェードヒッターなのかな、ちょっとあまりにも左向いてるからフェードヒッターなのかもしれないけど、基本的にやっぱりこうフェードでもドローでもアライメントはあんまり左右向かない方がいいですね。さあ後半組、柴花選手です。
うん、ナイス。鈴木千春選手。はい。大きいですね。今のはもう栗ちゃん典型的にもうアドレスの重心バランスが悪すぎて球も上がってるんで、ちょっとはい、まあ具体的に言うとちょっともうかかと重心すぎて構えが近すぎるんで、あえてちょっと体起き上がって引っ張るんですよね。これはまあアマチュアの人もね、構えが近すぎると体が起き上がりやすい、そうするとクラブが下から入ってチーピーになると。次は遠藤里乃選手。ナイス。ちょっとね、遠藤選手は切り返しの動きにちょっと特徴がありますけど、まあでもシャフトがうまくこう上半身がうまく残ってればね、いいですね。あれちょっとこうクイックになるとちょっと曲がりますね。まあ、でも千葉選手はね、非常にこう小柄ですけど、すごくこうスイングに癖もなくて、非常にこうタイミングの取り方も上手だし、まあ、かなりいい選手ですね。ありますで、遠藤里乃選手はもう切り返しちょっとこう上半身いくんで、うまくね、上が粘れればいいけど、ちょっとついてくるとそのまま左に引っかかりそうなスイングしてるので、まあそこら辺のこう切り返しのこう動きがちょっと課題かなと思います。まあでもよくこう分離する、こう分離していく動きと、こうクッとこうついていく動きがね、出てくるとやっぱりちょっと曲がるんで、やっぱり多分緊張するとちょっと上がついていっちゃう感じはありますね。大丈夫、中3です。若い。え、午前中は良かった？へこんでるんです。え、いくつだったの？どんまい、頑張ら。さあ、工藤ゆきのちゃんは中学生。今のはね、もう向いたところにまっすぐです。しっかりアレメント取ってたんですけどね。いや、でもだいぶ右向いてる。だから多分向きが悪いんだろうね。します。よいしょ。まあ、少しこうボールに合わせにいってしまうんで、ちょっとインパクトでね、少しこう減速してるから、ちょっとその分もったいないなと思いますけどね。これは阿部未来選手。うん、ナイス。まあ、若干ね、ちょっとこう腰の動きがちょっと強くて、ちょっとヒール目でしたけど、まあまあでも悪くないですね。お天気がめちゃめちゃいいです。どうですか？結構辛口コメントしてますか？いや、めちゃくちゃ優しいよ。8割カットですよ。なんでよ、なんでよ。チーム三橋。瀬川。桃。
チーム三橋唯一の参加者。ナイス。あ、でもやっぱりね、だいぶね、しっかりしてきましたね。うん、まあセガモモはとにかく課題は飛距離なんで、飛距離アップをどうしていくか、まあ、ここら辺はまた三橋 TV でよろしくお願いします、はい。よいしょ。お願いします。お願いします。西村さん、あ、西村、私が西村です。さあ、西村選手、右行きましたね。やっぱ西村選手はやっぱりこうちょっとアドレスでこう腕がこうやっぱこう張りすぎなんで、やっぱりもうちょっとこう腕もちょっとこうしなやかに使えるようなアドレスをした方がもっとああいうミスは減りますね。やっぱりこうロックかかっちゃってるから、ちょっと体急ぐと全部上がっちゃうんで、もっとこうリラックスした方がいいかなと思います。高橋選手はでも本当に今の、若さというかね、体の柔らかさというか、ちょっとこう体もこうオチワチック、オチワって言っても分かんないですけど、まあ、昔ロレーのオチワって言ってこう体残す、すごい極端に残す選手いましたけど、まあ、結構そんな感じで体の開きもしっかり抑えられてるし、まあ、結構球強いので、まあまあ、 あの有望なんじゃないでしょうかね。さあ、小林さんですね。後半もよろしくお願いします。お願いします。いや、なんか珍しいドライバー使ってますね。どこのドライバーだろう、あれ。大丈夫ですね。小林さんでよかったっけ。小林さん、小林です。よろしくです。東側整骨院行ってて、マジ三橋さん今日朝いると思って初めて観察させて、よろしくお願いします。マジ、藤沢、そうです。あ、けど東京に住んでるんですけど。なるほど、まあ、この3選手はね、やっぱり皆さん同じ癖がありますね。やっぱ、まあ、今日1日見てきて、やっぱり女子
女子の選手でやっぱりこうミスするパターンっていうのがまああって、まあでもゴルフのミス自体がほとんどが振り遅れなんで、やっぱり振り遅れのミスっていうものがやっぱりどうしてもこう球筋に影響してるんですけど、いらっしゃい。結局まあいつも言ってるようにこうクラブを振って振ってここでこう合わなきゃいけないんですよね。でもやっぱりほとんどの選手が先に体がいっちゃってもう間に合わないのをインパクトで手先を使って戻して、いわゆるこう悪い手打ちをしてるんですよね。だからもうちょっとこうクラブの動きっていうか腕の振りをちゃんと学んだ方が、あの今の選手、今のその3選手はもう少し球筋が安定してきますね。ゴルフってやっぱりこうクラブの動きが大事なんでね、やっぱ体の運動量が多すぎちゃうとクラブ間に合わなくなっちゃうんで、そこら辺がまあ今の3選手は見ててもったいないなと思いました。今の子は同じ接骨院行ってるんですか？そう、びっくりした小林瑞希ちゃん、まさか僕が行ってる接骨院の同じところに行ってますって今声かけられましたどういうこと？東京からわざわざ神奈川の藤沢まで行ってるって。